じゃあ次の話いきます。次質問あったのが、まあ、どんな寝具使ってますかっていう感じの、質問があったんで、どうですかその辺。なんかその遠征先に寝具を持っていくとか持っていかないとか。寝具は持っていたらいいなと思ってたし、はい、今回持ってきゃいいなと、持っていけばよかったってちょっと思ってたりするんだけど、はい、あの昔全日本のスキル MMAの方で、はい、東京西川さんからサポートいただいてたから、はい、その時にもらってるとか、はい、それ以降もちょっといただいてしたりしてるから、はい、それで家とかではすごい暑いマットで寝てたりとか、はい、エアーで寝てたりとか、はい、ポータルとかあるからそっちの方を、はい、持ってきたら良かったんじゃないかなって、ちょっと失敗したなとは。むしろこの合宿に。そうね、車で近代から全然滑るから。まあまあ確かに確かにそうです。でもちょっと遠征に行くとそれがちょっと荷物になっちゃうから、なかなか厳しいところが。まあそうですね。そう、枕だけでも持ってけたらすごいんだろうけど、はい、やっぱり1週間に1回移動するとなると面倒。まあそうですよね。確かに。移動が多いとなかなか、まあまあ、持ってこって気にちょっとなりづらいかもしれないです。なりづらい。まあでもじゃあそのまあこだわって、じゃあその1社だけ使ってるって感じじゃなくてって感じですか。でもとりあえずマットとか枕は、はい、枕とかも西川さんのところで、はい、オーダーで作ってもらってるやつだから。ああ、そうなんですね。へえ。まあじゃあまあ基本的に西川さんで使ってて感じですか。でまあ遠征にも持っていけたら、持っていきたいけ けどちょっと荷物になってやっぱりね、超過料金とかまあまあそう、ね、考えちゃうと二の足踏みをね。確かに、まあ、海外とかさすがにあれですよ ね、なんかもう全部無料ぐらいにならないと、ね、なってもやっぱ持ってくのが大変かな。相当こだわってる人とかさ、はい、普通になんかチーム、自分のチーム持ってて、はい、まあまあまあ確かにスタッフいっぱいいるよみたいな、そういう人たち難しいよね。そうですよね。確かに、まあ、それじゃなきゃ寝れないぐらいの理由あればあれですけど。確かにね、まあ、そこまでではないですよね。まあ、みんなそうかもしれないですけど、まあ、でもあればいいっていうか、 あった方がそれはいいですよね、やっぱりね、うん、なるほど。じゃあまあ遠征には寝具は、まあ、持っていきたい気持ちはあるけど持っていけないっていう理由があるってことですね。でまあ普段はまあ家とかでもそのオーダーメイドの西川さんの寝具とかを使ってるって感じですね。そうだね、その枕はね、はい、寝具のマットはエアーで、あー、なるほど。上にかけるやつは普通にタオルケット、はい、あー、普通に。まあ、そんなこだわるんだ。そうなんす。まあまあまあ基本的にはね、やっぱマットだよね、はい、下が大事ですよね、寝る方の。なるほど。ピーキングはやっぱりその練習で、大会に向けて、はい、ちょっと長い時間の練習とかあんまりしないとか。ああ、なるほど、はい。その大会の週とかに。そうそうそう。そのスピード練習とかも、その5キロだったら5キロなりのスピード練習の、5キロのためのスピード練習とか、はい、あと、まあ、30キロとは30キロのための少し低強度だけの長い距離のやつとか、はい、こう、いろいろやったりとか。まあ、試合に合わせたカスタマイズの。そうそう、でもその時の体調にもよってちょっと変えたりとかだから、うん、まあ、一概にちょっと全部こうとは言えないし、まあ、ね、うん、でもそんなにいっぱい練習しないっていうことだけは多分、ああ、共通して言えることですね。まあピーキングっていうのはそういう、なんだろう、ね、自分の体調と相談してっていうのが一番大事かもしれないですね。うん、うんうん、まあそんなにいっぱいは練習しないっていう。まあそうですよね。はい、まあ練習積むのはやっぱオフシーズンの夏とかで、ね、冬は本当に、まあ、調整って感じですよね。そうだよね、まあ、大会がいっぱい空いてね、そしたらそこでね、しっかり練習しないと最後までシーズンオフまで持たないんじゃないかなっていうのもあるけど。そうですね、ね、なるほど。まあだからでもピーキングに関してはでもそんなになんかあれですか、そのめちゃくちゃこだわって。そうだね、なんかこれじゃない、やるじゃなきゃダメだとかっていうのはない、うん、そうそう、なんか昔からこれでそれをずっとしてますみたいなのは全然なし、うん、まあ本当にだからその時の体調と何の試合があるのかっていう感じで、うん、ね、まあ、そうそう、変わってくると思うんですね、うん、なるほど。